カレンダーの日付に赤が増えてきたら、もうそこはゴールデンウィーク。さあ、あなたも古地図を片手に仲間入り。ちょっとディープな川越観光案内始まるよ。出発。おはようございます。4月27日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな川越観光案内のスタートです。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 埼玉県川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。お相手はいつもの通り小江戸川越のらりくらりと、アシスタントの辻坊真由子こと辻原真由美です。さあ、たまに大声出すのもいいね。出発進行、ね、発射まあ正確にはここまで再現しないといけないんですけどもおっしゃってましたね。そう、はい、もう鉄道に関してはちょっとうるさいからね。ちょっとどころじゃない、ね、まあ、マニアって言われますのではい、それではですね、はい、いつもの、はい、この番組のマニアをご紹介いたします、はい、マニアなんだ、はい、この番組は小西様と毎週日曜日午後5時半放送、ニューヨークの最新情報をお届けするニューヨークブリーズでおなじみの大橋小雪様の提供でお送りいたします。はい、いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークか。 GW 何しよう、何しようね。まあそんな感じでね、ゴールデンウィーク、はい、いいのかこの企画で、はい、あどうしたの、すいません、はい、一個だけ、はい、これ何日放送だ、大丈夫だな、うん、5月5日この間のゲストに来てくださった、はい、バラの宮殿さんライブが柏でございますので全然関係ないけど今思い出しました。あいいね、このいいね、この臨場感あふれる5月5日5月5日柏でございます。柏って千葉県の、千葉県の柏で、おお、常磐線、はい、常磐線で行けるのかな、よくわかんないけど、行けます行けます、はいはい、アルバム発売後の初のねライブになりますので行くの お近くの方は、私遠いからどうかな柏は意外と遠いんだよ、ね、遠いんですよ、本当遠いんですよね、うんうん、常磐線乗らないといけないから、ね、常磐線なんだ、とりあえず川越からだと、はい、なんだっけな、朝霞台で降りて、はい、武蔵野線の北朝霞から、はい、武蔵野線で新松戸、はい、新松戸乗り換えで柏だね。奈良倉さん、はい、常磐線も全然関係ない話僕思うんですけれども、はい、常磐線って、はい、宮沢賢治さんの、はい、銀河鉄道の夜、はい、の、はい、なんかあっちの方に行きます、常磐線その上の方に行きます、仙台の手前まで行きま す, そうです、ね、まあ、実際電車そのものは仙台まで行ってますけど、はい、線路の戸籍上って、はい、行くと常磐線って日暮里駅から岩沼っていうね仙台の手前の駅までなんですよ。ほう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 。で東北線よりも、はい、山道が少ないんで、うん、東北線のバイパスとしても使われたことがあった。なんかね、常磐線がね、ジョバンニとね、こう似てる何かでかけられてるみたいなのを昔見たことがありまして、ああ、ありかもしれない。でも常磐でジョバンニみたいな、でも岩手まで行かないよなとか思いながら、宮城までです。あ、宮城まで、うん、宮城までは行く、宮城まで、あ、そうか、宮城か、うん、仙台だから、仙台、うん、仙台、岩手、あれどこだっけ、宮城の上が岩手。でも常磐線でジョバンニみたいなのをどこかでちらっと見たことがあって、ずっとね、うん、常磐線にときめいているんです。すごいな、それ。かわいいでしょ。かわいいね。かわいいでしょ、夢がありますでしょ。いいですよ失礼いたしました。まあ常磐はともかくとしまして、はい、常磐ともかくして、はい、川越初めていらっしゃる方、はい、うん、こういった方はですね、ぜひ観光案内所で名称を教わってください。教わってください。すごい無責任で、教わってください。本当の観光はそちらに丸投げ、ね、で、何回かいらっしゃる方、はい、うんうん、川越もうね、1800回ぐらい来てるよという方に関しまして、ちょっと今回軽くご案内をしたいなと思っております、はい、まあ、またいつもの感じですけどもね、はい、はい、まあ、それがね当番組のアイデンテテ、アイデンテテでございますからね、ということで、今週はですね、業態転換した川越のコンビっていう、業態転換した川越のコンビ、はい、先週からの続きですよ皆さん、ね、続きですからね、はい、
事前にアーカイブ聞いていただければ大丈夫かな、はい、予習、はい、復習よろしくお願いいたします、うん、はい、でところで元コンビニってどんなお店になってるか、なんか前週ね、はい、野良倉さんがちらりとお話しされてましたけれども、はい、マッサージ屋さん、マッサージ屋さんね、整体屋さんとか、うん、お料理屋さん、お料理屋さんね、中華料理屋さんとか、だいたい激安中華料理ね、激安、そうなんですね、うん、多いんですよね、はい、あと辻坊住んでたところの近くもなったんですけれども、それ介護ステーション、はい、介護ステーションデイなんとかみたいなになってたりとか、うん、デイサービス、デイサービスになってるのを見たことはあります、うん、はいはいはい、ね、結構ね、いろんな業態転換してて、え、こここうだったよねっていう風にね、うん、でほらナビだと、うんうん、車のナビだと更新しないといつまでもコンビニのままで残ってるから、そうだ、こうあれってコンビニが出るように なるように設定もできます、設定もできる、できます、あと牛丼屋だけとか便利なのか何なのか、そう、私の車のナビってね、納車された時から車のディーラー日産しか出てないんです、はい、しっかりしておられる、なんか設定でやられたらしくてで私も牛丼屋さんをねナビに入れるときに、うんうん、とあるお店しか入れてないです、そういうこともできるんですか、できるんですよ、へ、うん、なんかね嫌な世の中だよねはい、で、まあ、そういうの確かに多いんですけど、はい、まあ、中にはね建物ごと消滅する店もあるので、はい、うん、で観光でねぶらぶら歩きながらね、うん、町のコンビニ、元コンビニって何っていうのをね、うん、探すのも面白いんじゃないかなと思いまして、はい、ね、コンビニからコンビニに変わったところは先週お話ししましたんで、はい、またまたですね川越駅の界隈からご案内をしてみようかなと思っておりますけれども、はい、で先週ちょっと触れました西口の踏切、西口の、ね、はい、踏切の薬局、うん、これが、ローソンだったと、ローソンだったところ、うんうん、でそのローソンだったのがファミリーマートがっていう先週のややこしい話になるわけですね、はいはいはい、どんどん変わっていったっていう、はい、それからこれはまだね収録してる今日時点では空き店舗なんですが、はい、クレアモールにありました元のファミリーマート、クレアモールにあったファミリーマート、はい、間口狭く奥行きがあるクレアパークの近くかな、あったんです、ね、あーなんか、はい、閉まってる、閉まってた、はい、何だったんだろうって思ってたらファミマでしたね、そうブランドの看板取れると意外とここ何があったのに、何があったのって思ってました、はい、しかもなんか閉まるの早かった、そこ意外と早かった、観光地って12時ぐらいとかにもう閉まってたりするところがあるんですよね、深夜だから、でもクレアモールはどっちなんだろう、観光地なのかな、繁華街なのかな繁華街かな、うん、繁華街というのがありました、ですよ、ね、それからね同じクレアモールでも、はい、脇田側にはかつてローソンがありまして、ほう、じゃあ今何やってんのっていうと、はい、楽天モバイル、楽天モバイルのお店、うんうん、あの広いローソンの店内を楽天モバイルあのカウンターがポツンとあって前がドーン広いんですよね、へー、うん、ね確か焼肉ライクさんの近くかな、あーなんとなく分かりました、はい、はい、それから、元のサンクスだったところが、うん、これはクレアモールのね新富町側だったような記憶がありますけども、靴屋さんの近くに今、うん、スキヤさんがあるんですね、はい、スキヤございます、うん、はい、確かそこが元サンクスだったような、そうなんですか、はい、それからね、元のセブン、うん、これはねこれ川越本川越駅だ、本川越駅から川越市駅に向かうところに塾があるんですけども、学習塾、うんうん、元セブンイレブン、はい、割と最近じゃなくて、ね、割と最近です、割と最近亡くなったあそこですか、はい、塾になったんですか、うん、塾になってます、で反対側にあるローソンは元気ですね、はいはいはい、はい、ローソンさん元気です、はいはい、それからやっぱり本川越駅東口を線路沿いに、少し歩いていくと、あの道路際にあるライブハウスがあるんですけど、ステップヘブンかな、うん、ここが多分ね、タイルの作り方からすると多分元サンクス、タイルから見分ける、意外とタイルで見分ける人多いです、へー、はい、であとはね南通り町っていうところね、川越工業高校のところに動物病院があるんですよ、はい、ほうほうほう、うん、ここは元ローソンです、ローソンが動物病院に、はい、でなおかつこのローソンは川越で多分最初にできたローソンだと記憶してます、すごい、はい、老舗ですね、老舗だけどすでにローソンではないですけど、ね、もう今はローソンではないですけれども、うん、あとね中町交差点の近くにある
紅茶屋さん。紅茶屋さん、うん、あの有名な、あの有名な、まうん、町ゼミとかでよく出てくる紅茶屋さんね、はい、かわいい。そう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 、お衣装、お衣装なんて メイドさんの、そう、すごくかわいいんです、うん、はい、ここはもう何を隠そう、はい、元セブンイレブン、そこセブンイレブンだったんですか、はい、で、何を隠そう、川越初のセブンイレブンだったと記憶しております。そうなんですか、はい、私の記憶の範囲ではね、はい、うん、で、あとはね、大和田古戦場、まあ、先週もちらっと出た、ファミリーマートの反対面にあるところなんですけども、うん、はい、元ミニストップがですね、はい、昨年すごく有名になった中古車自動車販売になっております。中古車自動販売店、はい、はい、なっております。これの名前でなんか炎上しそうなんでやめておきます。とってもとってもとっても大大しましたね、もうね、大なんとかしましたんで、はいはい、で、あとはね、これがね、どこだっけな、あ、そうそう、うん、あのね、上尾に向かう県道の近くに、はい、まあ、いわゆる医大のセンター、医療センターあるんですよ。ほう。で、ここにある仲介さんが元サンクス、サンクス、はい、歩いていけないところかな、歩いていけないですね、まあ、かろうじてバスで行けなくもない。それから同じく、古谷上っていうところにある、元サンクスが、中古の道具の取り扱い店になってますね。中古の道具って何ですか、はい、いわゆる電動工具とか、うん、そういったものを取り扱っております。へえ。で、このおかげで、ここのサンクスがなくなっちゃったおかげで、はい、実は大宮方面から関越自動車道に乗る間、はい、西大宮のコンビニを最後にインターチェンジ過ぎるまでコンビニがないんです。あら、左側に、あら、あら、車の方大変じゃないですか、うん、本気でないんですよ。あら、まあ、で、さっき あの車屋さんにね、変わったところもコンビニだったんですけど、そこもなくなった、うん、で、このサンクスもなくなっちゃったんで、うん、結局西大宮の最後があれがファミマだったかな、ローソンだったかな、うん、うん、西大宮駅の前のところからないんです、コンビニが。不便、非常にね、びっくりするくらい不便で、不便、2軒ぐらいやってもバチ当たんないなと思ってね。昔は原宿の、道沿いに1軒セブンイレブンあったんですけど、今も建物ごとなくなってますんで。建物ごと、はい、近くにラーメン二郎があります。お、はい、あとね、そうだな、元セブンイレブンだと的場の交差点というのがありまして、はい、ここがマッサージ屋さんだった。うーん、やっぱりちょうどいい広さなんでしょうね。それから、まあ、川越のやっぱり西側になりますけど、入間川沿いの小谷という交差点がありまして、はい、ここはもう激安中華料理、激安中華料理なっております。それから大和田の砂ですね。砂、うん、ここが元セブンがですね、大手の自動車メーカーのディーラーになってるんですよ。へえ。で、これがね、すごいのが、びっくりしたのは、ここをベースにディーラーの店舗開いたような記憶があるんですけど、うん、お向かいにも自分のお店があって、で、あと横にも自分のお店を広げてるんですよね、自動車メーカーさんが。自動車メーカーさん、これもメーカーさんです。あの、飛行機も作っちゃうメーカーさんなんで。ほう、うん、で、ここがすごいのは、うん、元がセブンイレブンっていうことはね、まあ、皆さんセブンイレブンってパッと予想されるのはレンガ調の壁っていうのあるじゃないですか、うんうんうん、はい、このレンガ調の壁のイメージのまま周りの建物も同じデザインになってる。ほう。え、周りも、周りもなんかレンガ調の壁になってる、壁に合わせてそういうデザインで、すごいなと思った、これは。で、これセブンの話が出たんで、はい、これちょっとお話ししちゃうけど、あ、その前にあれがあるな、今成っていうところに、今成、うん、宅配のお寿司屋さんがあるんですよ、うん、ここも元セブンイレブンなんですが、うん、この宅配のお寿司屋さんになる前は市内老舗の印刷会社のえ文書になってました、ね、文書っていうか、あの、支店みたいな感じになってました。ほう、はい、それから石原町も中華料理があるんですけども、ここも元セブン。セブンイレブンって儲かるとオーナー引っ越すのかな、儲かるとオーナーが引っ越してそこに中華料理屋さんが入りがちですね。入りがちですよね、意外とカレー屋さん入らないね。私も今それ思ってたんです、ね、やっぱりタンドールとかがな
作れないのかな、ね、どうなんでしょうね、いろいろなんかあるんですかね、やっぱ違うのつかね、ラーメン屋さんはよく見ますけどね、うんうん、でこれセブンイレブンってできた頃っていうのは一枚一枚丁寧にレンガ調のタイルを貼ってるんですよ壁に。だから、さっき言いました、紅茶屋さんになった中町のセブンイレブン、はい、あそこも往年のセブンイレブンの壁のイメージが出てます。ということはレンガ町、レンガ町です。レンガ町、決してレンガではないんですけど、レンガ町、レンガ町なんです。で、この後セブンイレブン何考えたかっていうと、はい、店舗を閉店した時に借りてる店舗だと現状復帰しなきゃいけないわけですよ。はい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 、はい、うん、それを楽にするようにレンガ色の壁紙に変えたんだよ。柄だけ？柄だけ。ところがこのレンガ色の壁紙がどうしたことか、いわゆる太陽の光によって退色が激しいものだったらしくて、何年かすると茶色だったものが オレンジ色になってる、うんうん、っていうね、なんか問題があったらしくて、うん、この頃多分その壁紙でお店開いた人っていうのが多分ね15、6年ぐらい前の伊藤洋華堂さんの、うん、早期退職者制度の時に開いた方だと思いますそのぐらいの時期に、うん、あの退職金割り増しで、なおかセブンイレブンやるんだったらさらに500万割り増しますよっていう人たちだったんですけど、セブンイレブンを盛り上げていこうぜっていう感じですね、うん、やらなくてよかった、うん、オーナーになっていたかもしれないの、ラクラさん、いや絶対無理それで今のセブンイレブンはどうかっていうと、ちょっと皆さん冷静に思い出してくださいね。最近のセブンイレブンの壁、ベージュのレンガ調じゃないですか。ベージュのレンガ調、うんうん、これねご覧になれば分かると思いますよ、でこれも壁紙なんです。壁紙、うん、で結局その元のイメージのレンガをイメージしちゃうと、うん、いわゆる退色って言って色が抜けるのが早かったから、はい、じゃあ初めから抜けてもおかしくない状況にしようっていうような形で、まあ、レンガ調になあのベージュになったんじゃないかと。そんなことありますか。あると思いますよ多分あの手のあの系列の会社に20年以上いましたけど、はい、うん、そういう考え方するな合理的です。合理的で、合理的、はい、でもう一つがね、業態を転換するときに上から塗っちゃうところもあるわけです。その元のコンビニのイメージが強いから、うんうんうん、塗っちゃうと分かんなくなる場合があるんですが、まあ、大抵のお店めんどくさいから塗らないわけですよね、はあ、うん、だって塗ったらまた剥げてくるからね。あ、まあまあまあ、うん、で、白のイメージが強いのがファミリーマートと、はい、それからローソン、はい、うん、でその中で特に、まあ、最近のお店は違いますけど、はい、ちょっと昔のローソンの見分け方あるんです。これローソンだけなんですけど、コンビニエンスストアって入り口があって、であの柱が2本ぐらいあって店の端っこ行くじゃないですか。店の端っこ、うん、まあ、入り口から入って右なり左側に雑誌売り場があってコピーがあって、はい、そんな感じの流れで最後トイレの方向まで行くっていう、はい、あるんですが、その柱の角っこがローソンだけ丸くなってます。丸くなっている、いわゆるラウンドって言ってね、はい、こんな感じになってるんですよ。角がない、角もない、ほう、ローソンだけは、ローソンだけ、なぜだかわかんない。だから逆に言えば業態転換したコンビニエンスストアを見て柱を見れば、少なくともここはローソンだってわかるんですよぶつかった時に痛くない、そこまで配慮があったのかそれともライバルのコンビニに対してちょっと違うところ見せてやろうぜ、はい、みたいなあれがあったのかというのはちょっとねよくわからないんですけど、面白いですね、うん、でセーブオンっていうのが、まあ、先週もちょっとお話ししましたけど、なんかやたらとセーブ百貨店セブンイレブンに似てるデザインで作っていたっていうのがあって、はいはいはい、これもねそれがそのまま残っていればなんとなくわかるんです。でサンクスがやっぱりレンガ調タイルなんですけど、うん、これがグレーなんですよね。グレーのタイルを使っている。なのでこれも元何々っていうのがたやすく分かる。残っていればもう、うん、分かる。あ、ここサンクスだったなっていうのが分かる、うん、だいたい8割ぐらい当たってると思います。それ、へ
なんかそうするとほら昔の痕跡を見て昔を知るみたいな感じになるんで、うんうん、考古学になるわけです。確かに考古学、ね、考古学ですよ。コンビニ考古学、なんかねそういうのがありましたね。面白いですね、うんうん、なんか覚えある？覚え、うん、覚え、そんなお店見たような記憶がある？特にないか。ないな、まあ、普通気をつけて見ないもんね見ない、そこまで、うん、そこまでして見たことがありません、うん、でしょう。だからそこら辺知ってると、例えば模型とかでね、うん、コンビニエンスストアって売ってるんですよ。今いくらかな、2000円ぐらいかな。でセブンイレブンっていうのとファミリーマートっていうのと、ローソンっていうのは売ってるんだけど、なんだこれステッカーと色違いじゃねえかっていうのすぐ分かっちゃう型型一緒ですか。型一緒でシールが違う、うん、シールとあと色合い、色合いが違うっていうのが分かっちゃうんで、うん、とガチの人っていうのは、うんうんうん、柱削るんですよここはローソンだから、うん、みたいに。そうそうそうでこれもセブンイレブンだと、これでも30坪店だろうって言ってであれも模型のを見ると、セブンイレブンの壁っていうのが茶色一色なんですけども、実際は茶色一色じゃなくて、その茶色の中に混じるようにアクセントで少し赤っぽいものとかベージュっぽいものが混じってるんですよ、こう茶色のとか。だから古いセブンイレブンを見つけた時にはぜひ観察してみるとね、ブリトー食べながらさ、ブリトー、うん、ブリトー食べながら観察してみると面白いし、はあ、いいですね、うん、でこんな時に役立ってくるのが古い住宅地図。はい、はい、古い住宅地図、はいはい、多分ねどこの町にも一つぐらいある図書館っていうのがありまして。ありますね。でそこで検索して探してみると、うん、古い、はい、住宅地図がね、失礼しました出てくるわけです。はい、うん、ゆっくり潤してください、ね。これがもう奈良倉さんの大好きな古い住宅地図、うん、これもね川越市だと、中央図書館に78年のが調べる限り一番古いです、前林さんの。でこれをコピーして街歩きすれば、はい、うん、だいたい45、6年ぐらい、もうちょっと前かぐらいですね、うん、生まれてないよね。生まれてないです。生まれてないよね生まれてないです、うん。だその頃だと記録と記憶と一緒になって確認ができるわけです、うん、あ、やっぱり記憶間違ってなかったっていうのとか、うんうん、いやここは記憶違いだったなっていうのがあるんで、うん、こういうのはね、住宅地図っていうのをね、多分貸し出しはしてないと思うんですけど、川越の場合は少なくとも、うんうんうん、見開きでなければコピーは有料でできるはずなんで。なるほど、うん、見開きすると著作権引っかかるらしいんでね。うん、だからぜひねこういったもの資料があったら、うん、たまに気まぐれにね自分が育った町の、うん、町内の部分をコピーして、うん、それで歩くと随分変わってると思いますよ。ですよ。それをもとにお母さんとか、うん、おばあちゃんとかとお話しするのも楽しそうですね。そう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 。で中にはね、私みたいなおじいちゃんだとね、もう喋りっぱなしになるからね。そうですね。それで CM みたいにちょっと黙っててくださいって言われる。黙っててくださいって怒られちゃうやつですね、うん、もういいよって言われちゃうよ、うん、またその話とか言ってね、ま、その話もうそのセブンイレブン分かったよ、うん、分かったよ、もう早くご飯食べなさいとか言って、ご飯食べてないよまだみたいなさ何の話になってんだ本当ですよ、うん、でも面白いこと、僕は面白いなと思うんですよね、そういうのは。だからよくあるほら堺石の話もそうだけど、昔ここに誰々さん家があったとか、はいはいはい、ね、あのひょうたんからここまで調べたらお寺があったとかっていうのが分かるくらいなんで、うん、コンビニって比較的新しいですからね、うんうんうん、だから元コンビニの何々が元なんていうチェーンだったかっていうのをね、うん、夏休みの自由研究とかぜひぜひ調べると多分先生が呆れると思います。呆れちゃう、よく調べたねって本当に。もうだってコンビニのこの変化近年すごいですもんね。すごいですよ、変わりようが本当に。なんでっていうくらいね、お弁当の量は少なくなるしね、うん、本当ですよ
パンはなんか年々ちっちゃくなっていくしね、ちっちゃくなるし、小麦粉高くなっていくし、本当にもうそうそうそう、まあいろいろ努力はしてるんでしょうけどね、お世話になっております。揚げ底だけはやめてくださいちっちゃいならちっちゃいって分かって買うから、そう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 、初めから書いてくれればね、少ないって分かって買うから、そう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 ね、うん、でもどうでしょうね、皆さんのねお家の周りにそういえばこんなコンビニあったような、うん、っていう風にね、なんかそのここにはファミマしかないとか、うん、なんかファミリーマートだけ3店舗ぐらいあるとかいうとこありますよね。ありますあります。ローソンの向かいにローソンとかありますもんね。そうそう、なんでってなる、うん、あのローソンの向かいにローソンとかコンビニの前にコンビニっていう、はい、同じコンビニっていうのは本部のね、闇を感じます、闇を感じます、うん、あの言うことを聞かないフランチャイズのオーナーに嫌がらせするためにね直営店やるっていうのはコンビニ業界ではねよくある話らしいです。あの自分をね実家の近くにもあったんですよ、ローソンだったかな、はい、なんかまたここにもローソンできたのってやっぱりなんか、はい、ね潰れましたよでしょ、閉店いたしましたよ、うん、1店舗はそういうのをねやるんですよ。いやですね、もう平和に行きましょう、うん、あと同じコンビニがあの同じオーナーでちょっとしか離れてないところにやる場合は、あここ調子がいいからもう一本の道路のところで新しくできた道路のところにやっちゃうんだなとか、あそういうのはいいですね、うん、あとは少し別の場所に平行移動して大きい店にしちゃうとかね。おお、なるほど、うん、っていうのもあると思いますけどもね。だから元コンビニは元コン同じチェーンだったとかね、はいうん、あったりするんでね、こういったものというのはぜひね皆さんご自宅の周りでそんなのなかったっけな、うんうん、っていうのをね探してみるといいかもしれない。面白いですよ、うん、あとねほらやっぱりコンビニも閉店していくコンビニがやっぱりあるんで、はい、そういう情報を手にしたときは現役の状態で記録取っておいて何年後かにね何になったかを比較するっていうそうですね、うん、いうのがあれば、あのマンションとかに入ってると壁ごと変えちゃう場合があるからね、うん、壁の衣装を全部変えちゃう場合があって、あれここなんだっけ、うん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 、昔コンビニだったなんで美容室になってんのみたいなさ、ありそうっていうのあると思うんで、ぜひ皆さんね、ゴールデンウィークの、うん、あの自由研究としてコンビニのね昔を調べてみるのがいいんじゃないかななんて思っております思いますけどもね、たまにカレーフェアとかやってるよね。やってますね、まあ、辻坊興味ないんですけどねないんだ辻坊はインドカレー屋さん のお店が好きなんでインドカレーフェアとかやったらどうなっちゃうんだろうね。いやでもお店が好きなんで、あお店がねそうなんですよ、ね、あくまでもお店ね、そうなんです、味はともかく、味はともかくお店が好きなんですすごいよねこだわり、うん、いいねそういうこだわりは、みんな美味しいカレー食べてくださいね、食べてください、大事だと思いますね。ラーメンもいいかな、ラーメンもいいですね、定食で安いらしいから、あそうなんですか、なんか何でもボリュームがあるらしくて、うん、ラーメンいいですね、うん、あれもねなんかインドカレー屋さんの誘致と同じくらいのブローカーさんがいらっしゃるそうなんで、うんうん、なるほど、はい、うん、ぜひね立ち寄ってみてはいかがでしょうか、 でしょうか、はい、ではね思わず立ち寄りたい方と思わず、はい、立ち止まって聞きたい番組のあの方を、はい、この番組は小西様と毎週日曜日午後5時半放送、ニューヨークの最新情報をお届けするニューヨークブリーズでおなじみの大橋小雪様の提供でお送りいたしました。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さあゴールデンウィークですね、皆さん気温もだいぶ高くなってきますので、水分補給、うん、ビール分補給、うん、しっかりしてですね川越の街を楽しんで歩いてみてください。はい、あ俺たちどうしようかね、これからカレーでも食いに行く、辻坊はじゃ あのフランクフルトアメリカンドッグ片手にちょっと街歩こうかな。ふがしはいいのもね、あふがしはもうあの、ね、堪能しました。わかりましたはい、それではですね、締めの言葉でいきましょう、はい、せーの、それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。